会話今日仲のいい友達と2回電話したんだが友達の様子が明らかに変だちなみにこの友達とは幼稚園からの幼なじみ高校は違うし仲悪くなることなど全くない いいか、俺から電話をかけた、さっきの会話。もしもし、〇〇おー。今、課外終わったからさ、今から遊びに行かないんああ、課外か。うん、頑張って。<laughs> 違う違う。今、課外終わったから遊びに行こうってこと。 ああ、そうか、ごめんごめん。いや、まったく。んで、今大丈夫かえなんでなんでって、今から遊べないああ、ごめん、無理だわ。今、やることあってさ。やること、うん、全然大したことないよ。大したことないけど、今日は無理だわ。 そうか。じゃあ、またな。ここで、普段友達も、じゃあな、と言ってから切るのに、向こうから何も言わずに切られた。数分後、非通知で電話がかかってくる。相手は、さっきの友達。 よう、どうした非通知なんかで。よう、どうした非通知なんかで。ははなんで真似すんだよ。なんで真似すんだよ。何か喋れよ。お前いい加減にしろよ。お前いい加減にしろよ。ふざけてんなら切るぞ。 ねえ、<laughs> ごめんごめん、嘘嘘。お前、何か変だぞ。変じゃないよ。そっちこそさっきから誰と喋ってんのは誰ってお前とだろう。いいや違う。お前俺の他にも電話してんだろう。はしてねえよ。 わかったわかった。まあ俺にはこれがあるからいいけど。んじゃ。と、電話を切られた。言っておくが、友達は一応新学校に通ってて、頭も悪くない。いつもはこんな低レベル、というか、ちぐはぐな会話をすることはありえない。 何より気になったのが最後の言葉。考えようによってはシャリにならん。一体友達に何があったんだ そばにいる千葉にいた頃の話今から二十年ほど前小学校の頃近所の公園で友達と遊んでいた俺は転んだか何かで膝を怪我してベンチに座っていた 友達がキックベースをしてるのをぼーっと見ていたら髪の長い女の人がこっちに近づいてきたすごく痩せていて目が大きかったその人は俺の方を見ながら何かを繰り返し喋っていた最初はよく聞き取れずボソボソっとしか聞こえなかった 頭を洗うような感じで、わしわしと書きながら、ずっと俺を見て喋っている。気持ちが悪かったけど、露骨に逃げるのも悪い気がして、遊んでる友達に無理やり意識を集中させて、その人の方を見ないようにしていた。しばらくすると、視界の隅の女の人が、 少し前かがみになった頭をかく音がザリザリと聞こえてきて一緒に声も大きくなってきた彼女はこう言っていたうるさい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  友達らは確かにギャーギャー騒いでいたけど、俺は別にうるさくもしていなかったので、何を言ってるんだろう、と思いながら無視をし続けた。でもだんだんと声は大きくなってくる。気になって一瞬女の人を見たら、すごい顔で俺を睨みながら、うるさい、うるさい 繰り返していた。うつむいたままこっちを見てるから、半分白目みたいになっていて、それがとても怖かった。友達の一人が俺の名前を叫んだ。それをきっかけに、俺はダッシュで友達のもとへと走った。 ベンチを離れる瞬間、女の人が、バッと、手を伸ばしてきて、手首だか肘だか、硬い部分が俺の頭に当たった。その直後に、女の人が絶叫した。はあ、はあ、はあ。 俺が合流するかしないかのうちに友達らも全員走り出した。猛烈な勢いで逃げたけど女の人は追ってこなかった。友達は何度も俺を呼んでいたが俺はしばらく無反応だったらしい。危ねえだろ、と怒られた。 それが一度目二度目は中学の時友達と俺の家でファミコンをしていたら突然悲鳴が聞こえたびっくりして見に行こうとしたら母親が俺の部屋に飛び込んできた「変な人がいる」 友達と外を伺ったが、誰もいない。話を聞くと、庭先に女の人がいたらしい。頭をかきながら、うるさいうるさいと繰り返していたとか。母が震えながら、何ですか、勝手に入ってこないでください。とか言っていたら、 急に女が叫び出したという。白目を向いて、両手で自分の髪の毛を引っ張りながら、ギャーと絶叫したらしい。俺は小学生の頃を思い出していた。その時いた友達も、昔公園に居合わせていたので、 同じことを思ったらしい。ただ、母親を怖がらせたくなかったので、公園での出来事については何も話さなかった。これが二度目。三度目は曖昧。二度目から十数年後、今から五年ほど前。 アパートで一人暮らしをしていたとき、六畳一間で玄関を開けると2メーターくらいの廊下があって、両サイドにキッチンとバスルーム、そしてトイレがあるという作りの部屋。深夜ネットゲームをやっていたら、玄関前を誰かが通り過ぎた。隣人が帰宅したのかと、 気にせずにゲームを続けていた。そうして再び玄関に目をやったら女の人が立っていた。黒くてぼさぼさの長い髪の毛を両手で押さえている。誰か来たみたい。と発言してから 再度玄関を振り返ったら消えていた。ちなみに施錠はしていた。今のところそれが最後。 大広間父方のおばから聞いた話です父の田舎にある実家は代々裕福な家だったものの大正頃にすっかり勢いが失せてしまったそうでけれども古い大きな日本家屋だけは 栄えていた当時の面影を残していました。幼い頃のおばは、そんな大きな家が大好きで、中でも大広間を気に入っていたそうです。大広間は何十畳もある広い和室で、冠婚葬祭の時には、たくさんの人がずらりと並び、それはそれは壮観だったとのこと。 そんな部屋を独り占めにして昼寝をするのがおばは好きだったそうです。ある日のこと、いつものように昼寝をしようとおばが大広間の襖を開けようとすると、襖の向こうに人の気配を感じたそうです。誰もいないはずなのに、と不気味に思い、 ふすまを少し開け、おばはこっそり中をうかがうことにしました。中は薄暗くよく様子をつかむことができないものの、最も上座のところに道らのおばあさんが一人ちょこんと座っており、そのおばあさんの前にとても大きな柱時計が棺のように寝かされている様が、 おばに見えましたあまりの奇妙さにおばがポカンとしていると不意におばあさんがこちらを向きおばと目を合わせ何とも言えない笑みを浮かべたそうですなぜだかものすごいおかに襲われたおばは数秒硬直した後に我に帰り息もつかずに大広間を走って離れ 曹祖,祖母に泣きついたそうです。おばは曹祖,祖母に自分が見たもののことを話すと、曹祖,祖母は険しい顔をして、曹祖,祖父と何か深刻そうに相談を始めました。相談が終わると、曹祖,祖母はおばに、これから4日間、 外に出たり、大広間に近づいてはいけない。それから、大声を上げたり、バタバタと足音を立ててはいけない。と、言いつけたそうです。四日間、曹祖,祖母の言いつけを守り、おばは静かに過ごしました。曹祖,祖母には、 もう大広間に入ってもいいよ、と言われたものの、あの時のことが忘れられず、一人ではもう大広間には入りませんでした。それから、おばの育ったその家は、老朽化のために、二十数年前に改装されました。大広間はその際に、 半分ほどに縮小され、内装もすっかり変えられてしまったそうです。私は幼い頃にその家に何度か遊びに行きましたが、その時にはすでに改装されていたので、昔の大広間は目にしたことがありません。少し前におばと話をした時にこの話を聞き、 曹祖母のおばへの言いつけの意味について伺ったところ、おばもそのことはさっぱりわからないとのこと。曹祖母から家の言い伝えや習わしを聞いたことは一度もなく、不思議な言いつけをされたのはその時限りだったそうです。 噂のトンネルもう10年以上前の話になるんだけどちょうど正月休みで県外に出ていた友人たちが集まって新年会やら同窓会やらをやっていた時期の話どこの地域にでも心霊スポットってのは いくつかあると思うんだけど、地元長崎では一番メジャーだった幽霊屋敷が取り壊されてから、これといってガチってところがなかったんだ。まあ正確にはデマだとわかってたりして、本当にやばい場所を他に知らなかった。で、久しぶりに同級生が集まった時にドライブに行くことになって、 三人で出かけたんだ。うちの、白石、俺のメンバーで盛り上がってた。目的地も決めずに、だらだらと深夜のドライブをしてるうちに、言われは知らないけど出るらしいって噂のトンネルの近くまで来たんだ。お互いにいい大人だし、 今更心霊スポットなんて、とは思ったんだけど、どうせだから行ってみる、みたいな流れになってさ。まあ実際に今までそのトンネルを何度も通って何もなかったから、みんな話のネタにって感じのノリだったと思う。運転をしていたのはうちので、 最初はどこか邪魔にならない場所に車を止めてみんなでトンネル内を歩くつもりだったんだけど思いのほかトンネルまでの道路が狭くて駐車スペースがなかったことを理由にうちのは車をトンネル先に止めて二人が歩いて出てくるのを待っていることになった万が一他の車両が来たら 一旦離れて迎えに来るみたいな感じ。まあ寒かったのもあって降りたくなかっただけかもしれないけど。トンネルの入り口で俺と白石が降り、うちのはトンネルに入っていった。ふざけて、ファファーンとトンネル内でクラクションを鳴らし、 出口を抜けたところでハザードランプがついたところまでは見えた。だけどすぐにそのハザードは消えてテールランプも見えなくなった。正直その時は雰囲気を出すためにわざと消したんだろうとしか思っていなかったんだけど。 バスが一台通るのがやっとぐらいの道幅のトンネルで、入り口からは出口が見える長さ。対向車が来ればトンネルに入らずに待たなきゃならない。確かに不気味ではあったけど、何事もなく二人でトンネルを通過した。ところが出口に内野がいない。 対向車が来たわけでもないし、出口を見ながら歩いていたから発信したなら気付いたはずなんだけど夜中だと他の車も通らないような場所で置き去りにされても別の意味でシャレになんないので白石が内野に電話した「出てきたけどどこにいるの?」 は俺動いてないけど、出たとこに止まってるし。嘘。だって私たち、今トンネル抜けたよ。言ってる意味わかんない。誰も来てないし。それ、あうんんんもし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 来た。 結局そのまま電話は切れそれからかけ直しても県外のアナウンスが流れるだけ俺の携帯は内野の,の車の中だったしこのまま待ってもらちが開かないので歩いて大通りまで出てタクシーを呼ぶことになった結構田舎だったから待たされた上にかなりの出費だった 結局、うちのは、それっきり、行方不明。不思議なことに、俺の携帯だけが、県外にならずに、呼び出し音が鳴るので、何度か電話してたんだけど、翌日の朝に、散歩中の人が、そのトンネルの入り口付近で、拾って、届けてくれたらしく、ほぼ、無傷で戻ってきた。 出口付近にうちのは車を止めていたのに、なんで入り口付近で見つかったのか。それもまた不思議だし、俺が白石の電話を借りて何度も呼び出ししてる合間に、うちのからの着信も何度か混じっていた。一件だけ留守電も入っていたんだけど、なあ、いつになったら出てくるんだよ。 だけで、あとはノイズが多くて聞き取れない状態だった。未だにうちのは見つからないし、この時期になると思い出して、何度もやるせない気持ちになる。あれから何度か同じトンネルを通ったけど、何もおかしなことはなかったし、携帯が 県外になるような場所でもなかったはいということでどうも皆さんこんばんはごま団子です えー、今回は4つのお話を読ませていただきました、えー、どのお話も本当に興味深く読ませていただきました読ませていただきありがとうございましたはいということで、えー、今回もここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました この動画が少しでもよかったら、えー、評価、そしてチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いいたします。いつも本当に皆さんありがとうございます。えー、そして、この動画の概要欄には、僕の TikTok とか Twitter とかの URL が貼ってありますので、よかったらぜひチェックしてみてください。はい、ということで、いやー、もうね、本当、だんだん暑くなってまいりましたね。えー、今年もね、いよいよ、まあ、夏、 がこう近づいてくるとやっぱり夏といえば階段みたいなところもありますのでねああ今年も階段のシーズンが来たなーみたいな感じに思い始めてるんですけどまあまだ早いですね5月なんでね <laughs> えー、ということで夏にはね何かあの新しい企画みたいのもねなんかやりたいなと思ってるんですけどはいえーまあ、そんな感じですはい。<laughs> 何の話だったんだろうこれ <laughs>。ということで、えー、じゃあまた次の動画もしくは生配信でお会いいたしましょう。ごま団子でした。おやすみなさい。